作るきれいに。本日も始まりましたサニークリーン泥層チャンネル、本日のテーマはこちら、ホコリの性質を知れば対策がわかる。イエーイ。今回はサニークリーン中国福井店で収録しております。なんかこのドロソンチャンネル福井市初上陸ということで気合が入ります。じゃあ福井市の PR でもしておきましょうか。行きまとまれだ。はい、呉は、戦艦大和誕生の地で、大和ミュージアムとか国内で唯一、潜水艦が間近で見れるとても魅力ある町でもあります。特に、瀬戸内海の海は、景色も非常に綺麗で、魚釣りとかレジャーにはもってこいの町だと思います。ではここからは、毎日の加藤と井上でお送りします。じゃあ本日のテーマの家の中のホコリですが、確かにいつの間にかいろんなところに溜まってますよね。あ、そうですね。びっくりするぐらいね。ホコリの性質4つお伝えします。じゃあまず1つ目、ホコリは空気の流れによって動くです。例えばフローリングで歩いたり踊ったりするとホコリはどうなりますか？そりゃあちこちに舞い上がったりするんじゃないですかね。そうですね、まあ寝てる間、はい、お出かけ中とか人がいない間、この時は空気の流れがないので、その場にとどまってゆっくりと落下します。でもなんでホコリって隅っこに溜まっていくんですかね？人が歩いてるとホコリは動いて外に逃げていくんで。それじゃあお掃除の時は部屋の真ん中より端っこを重点的にやった方がいいってことですね。そういうことです。ホコリの性質その2、ホコリは静電気と仲良しなところです。部屋の隅っこ以外でホコリが、はい、たまりそうなところに思い浮かべてみてください。よく見るのがテレビの画面とかパソコンのモニターとか、あとは照明器具。そうですね、まあ、電化製品の周りには静電気が発生しやすいので、空気中のホコリを引き寄せてしまう。だからたまりやすいですね。これがひどくなるとやっぱ故障とかの原因にもつながりますんで、僕も結構趣味のゲーム機は故障線よりまめに掃除してます。何のゲーム？プレステ4です。5じゃないです。じゃあ3つ目、はい、ホコリのたまり場はダニのたまり場です。えぐい特徴です。ホコリがあるところにはもうずっとダニがいるということです。想像したくはないですが、そういうことです。ホコリの溜まっている場所に、まあ、ダニの餌となる髪の毛、フケ、そういったものが舞い込んで、ホコリがそれらを溜め込んで、溜まってしまいます。ゲ、そこにダニが住み着いてしまいます。僕は慢性的なアレルギー性鼻炎があるんで、なかなか厳しいですね。ダニの死骸や糞は、アレルギーを引き起こすアレルゲンですから、まあ、正しく掃除をしてしっかり対策しておきたいところです。じゃあ最後4つ目、はい、ホコリはふわふわ舞うのが好きです。ふわふわ、まあ、そういえばテレビとかで、まあ、暗いところでライト当ててホコリがめちゃくちゃ舞ってる映像とかよく見たことあるっすよね。ホコリは一度舞い上がると8時間、8時間空中を漂うんで、1つ目にもありましたが、寝ているときや外出して誰も家にいないとき、ホコリはゆっくりしていきます。朝起きたときとか外から帰ってきたときがホコリが床に落ちて、そのタイミングがお二人が持っているモップとかでの掃除のチャンスということで。つらいチャンス。そうですか。まあ、今あったように、まあ、排気口が手元にあるスティック型の掃除機や後ろに持っていただいてます。サニークリーンのモップを使うと、ホコリを舞い上がりにくく、掃除することができるのでおすすめです。1つ、はい、ホコリは空気の流れで動くので隅っこに集まりやすい。2つ、ホコリは静電気と仲良しで家電製品や照明器具に集まりやすい。3つ、ホコリがあるところにもダニがいる。
4つ。おお、4つ書いて今回。まあ、ほこりは空中にふわふわ浮いてて、人がいない時や寝ている時に床に落下する。その落下した時がお掃除の絶好のチャンスになりますので、動画をご覧の皆さん、起きてすぐか、外出から帰ってすぐにお掃除をしてください。今日の動画はいかがだったでしょうか。この動画がいいと思った方は高評価、チャンネル登録とコメントもお願いします。バイバイ。バイバイ。楽しく、綺麗に。